フィリップ・フランクはドイツの画家、イラストレーターである。フランクフルト・アム・マインで生まれた。父親の意向で、フランクフルトの専門学校で建築を学んでいたが、父親が亡くなった後、画家の道に転じた。17歳で、フランクフルトの美術学校に入学し、ハイン・リヒ・ハッセル・ホールストや、エドバルト・フォン・シュタインでに学んだ。1879年に芸術家村となっていた。 決戦のクローンベルクに移り、アントン・ブルガーと親しくなり、1881年まで、ブルガーの指導を受けた。クローンベルクで活動していた画家のヤーコブ・フュルヒテゴット・ディールマンの助言に従って、デュッセルドルフ美術アカデミーに移り、1886年まで、デュッセルドルフで学び、エドアルト・フォン・ゲープハルトやオイゲン・デュッカーに学んだ。デュッセルドルフでの修行が終わると、 各地を旅するようになり、ビュルツブルグで活動した後、ベルリンに移り、ベルリンの有力な画家の一人となり、11月教会などの美術グループを設立し、1898年にロビス・コリントやマックス・リーバーマンとベルリン分離派の設立メンバーとなった。1892年からベルリンの王立工芸学校で教え始め、1898年に 教授の称号を得た。1912年に校長代理となり、1915年に校長になった。工芸学校の絵画教育を改革し1933年まで校長を務めた。ベルリンで没した。息子のハンス・ファインリヒ・フランクは科学エンジニアになり、その子インゲボルグ・フンチンガーは彫刻家として知られている。別の息子、カール・ルートビヒ・フランク。 カール・ルート・ビヒ・フランク、1904から1985は、建築家となった。ありがとうございます。